はい、皆様お疲れ様でーす。お酒の塾長でーす。今回もご覧いただきまして本当にありがとうございます。軽く一杯497杯目になります。今回もスコッチのブレンデッドウイスキーでーす。前回のこちらの銘柄の兄貴的な存在、そして代表的なスコッチウイスキーの登場です。今回も明るく楽しくいただいていきましょう。お酒の種類はウイスキー、ブレンデッド、スコッチ、銘柄オールドパー12年、原産地スコットランド、製造者マクドナルド、グリーンリース、ディスティラーズ、輸入者コルドンベール、アルコール分 40% になります。金額は3278円で購入をさせていただきました。1871年創業、いわゆる明治初期ですね、日本でいうと明治初期に創業したグリーンリースブラザーズ社、現在のですねマクドナルド、グリーンリースディスティラーズが作るですねスコッチのブレンデッドウイスキー、それが1909年頃に登場したこのグランドオールドパー、いわゆるオールドパーになります。ボトルと箱にですね英文が書かれていますので読んでいきましょう。グランドオールドパー was created by James and Samuel Greenleaf who founded their business in 1871。 そうですね、グランドオールドパーという銘柄はですね、1871年に事業を設立したお兄さんのジェームズ、そして弟のサミュエルのグリーンリース兄弟によってオールドパーという銘柄は作られましたということですね。この兄弟のねお父さんからですねスコッチ蒸留法を受け継いだという兄弟でして、長い間試行錯誤をしてですね、グレーンウイスキーに注目をしてですねブレンデッドウイスキーを、処方設計した、作ったって言われますよね。 Its unique characteristics have remained unchanged to the present day。 その独特のお酒の特徴、ウイスキーの特徴はですね今日まで変わっていません、変わっていないままなのですという表現ですね。Having perfected the technique of blending, the Greenleaf brothers named their blend after Thomas Parr。 そうですね、ウイスキーのブレンドのね技術を完成させた後、グリーンリース兄弟は彼らのブレンドの技にちなんで、ブレンドの処方にちなんで、その後こう名付けたのでした。それがトーマス・パーという名前に名付けたってことですね。確かね、お兄さんのジェームズさんの発案でですね、このトーマス・パーという名前になったみたいですね。One of England's longest lived men who was renowned and respected during his lifetime for his wisdom and maturity ということですね。トーマス・パーは、イングランドで最も長生きした男性の一人、152歳ですね。152歳と9ヶ月。その一人でして、彼の知恵、そして円熟度合い、貫禄においては生涯にわたって有名で尊敬されていたのでした。152歳の長寿のトーマス・パーさんは尊敬されていたという存在だったんですね。Extraordinary age of 152 years and 9 months。 152年と9ヶ月というね長寿であったトーマス・パーの並外れた年齢っていうのがね、このトーマス・パーっていう方のね、すごいところなんですね。 Symbolized the maturity of the stocks of the whiskey while his wisdom represented the skillRequired to create the unique blend。 トーマス・パーさんの並外れた年齢はですね、
この銘柄のウイスキーの熟成させる原酒の成熟度合い、円熟度合いをシンボリズ、象徴しまして、長寿だったトーマス・パーの知恵、博識はユニークなブレンドの処方を作るために必要なスキルを表してるんですよ、と。トーマス・パーというね、偉大な長寿だった人にあやかってちなんでですね、この、ウイスキー、ブレンデッドウイスキーはオールドパーと名付けたんですよ。そういう意味は先ほど申し上げた理由なんですよ、と。そういうことですね。で、いろいろ箱見てたらね、まあ、面白いというかね、何かなとか思うことあるんですけど、こういう風にね、見えますこれ。スペイン語?スペイン語がね、と、いろいろ書かれてるんですね。特にこの辺、スペイン語。例えばね、ちょっと軽く抜粋してですね、スペイン語の方を読んでいきますとですね、スコットランド製品です。プロダクトでエスコシア。スコットランド製品です。っていう意味でしたり、あとは、エステプロダクトコンプルカンラスエスペリフィケーションズデルパイスデオリジェン、オリゲン。これはですね、この製品はスコットランド原産国の使用に準拠していますとか、あとは、このベバーレスポンサブレメンテ、責任を持って飲みましょうとかですね、こういう表記があるんですね。これはね、まさしくあれですよね、前回にもちょっとね、報告をさせていただいたんですけど、オールドパーってね、日本でも人気のある銘柄なんですけど、特にラテンアメリカ、ラテンアメリカにもですね、非常に人気がある。コロンビア、そしてメキシコでは圧倒的に愛されてるスコッチウイスキーっていう背景もあってですね、それでね、スペイン語で抱えてるところもあるのかなっていうふうに思いましたよね。トーマス・パーさんはですね、152年のお年でですね、亡くなるんですね。生きたはった時期が見えますかね。これトーマス・パーさんの肖像画ですけど、1483年からって書かれてますね。見えるかなこれ。1483年から1635年まで生きはったっていうことなんで、いわゆる、日本で言うと、室町時代から江戸時代前期ですね。その間、152年間、この世にいらっしゃったというすごい長寿の方ですね。で、このトーマス・パーさんのお墓はですね、イギリスのウェストミンスター寺院、イングランドでね、重要な寺院に埋葬されてるっていうことなんですね。で、このウェストミンスター寺院っていうのはすごくてですね、他のね、著名人とかもね、お墓あったりしまして、例えばですけど、シェイクスピアとかね、チョーサー、バイロン、ワーズワーズなどとともにね、詩人のコーナーとね、言われてるところにね、一緒にこの、トーマス・パーさんのね、お墓があるみたいですね。トーマス・パーさんの逸話を抜粋して報告していきましょう。農夫だったらしいですね。農民の方、すごいですね。最初の結婚がですね、初婚が80歳の時に初婚ということで、二人の子供がね、生まれたっていうことなんですね。そして、その結婚生活いかがだったかというと、まあ、いろいろあったんでしょうね。105歳で不倫をされた。で、さらに、それがバレてしまって、皆様の前で、公衆の前で懺悔をさせられたっていうね、経歴もお持ちなんですね。その後、最初のね、奥様がね、この世を去られた後ですね、亡くなられた後、122歳で、再婚されたと。そして、二人目の奥様との間にね、一人のお子様が誕生、生まれたってことなんですね。第二回の結婚を挙げてからの30年後にはですね、この長寿の方に一度会ってみたいということで、国王の謁見、王様に会わせていただいたと。その時はチャールズ一世ですね。聖教徒革命、ピューリタン革命でね、敗れた王様ですね。チャールズ一世に謁見されたっていうね、そういう輝かしい歴史あるんですね。で、確かその時にね、チャールズ一世が質問されたんですね。ご質問されて、トーマス・パーさんよ、長寿の長生きの秘訣は何でしょうかっていう質問だったみたいなんですけど、ご質問だったみたいなんですけど、その返答の一つにですね、確か何もしてないんですけど、ということの前置きがあって、ただ一つだけね、報告できるのは、105歳の時に不倫がバレてしまって、公衆の皆さんの前で懺悔したことを、これがま、もしかしたら長寿の秘訣なのかもしれないな、みたいなね。そういう返答をしたというね。すごい逸話ですね、これもね。
で、その輝かしいですね、逸話、チャールズ一世に謁見された後、ロンドンにね、住んだはったみたいなんですけど、数ヶ月後にですね、残念ながら亡くならはる、ようさられるんですね。理由は食べ過ぎっていうことらしいですよね。まあ、そのようなですね、逸話があるのが、152年間、と9ヶ月ね、この世にいらっしゃった、オールドパーさんっていう方で、その、長寿にちなんで、あやかって、後世にずっとウイスキーも続けたいという背景もあってですね、名付けられたスコッチのブレンデッドウイスキーが、まさしくこのオールドパー、オールドパーという銘柄なんですね。今回は12年ものになります。今から飲んでいきましょう。オープンをします。前回のねシルバーとボトル形状は同じでラベルが異なる、まあもちろん中身も異なるんですけどね、ゴールド金色のような感じですね。グランドオールドパー12年っていう風に書かれております。まあこの辺の感じですね。エキストラリッチ、この前のシルバーはエキストラスムースだったんですけど、その違いがあるっていうことですね。まあそれ以外にも12年表記されてるっていうのがあるんですけどね。オープンでーす。これもスクリューキャップですね。前回と同様のスクリューキャップでーす。あ、ちょっと開けた質感が違いましたね。質感っていうんでしょうかね。こんな感じのキャップですね。ちょっと斜めにしたらウイスキー出てきたら嫌なんでね、ちょっとあれなんですけど、見えますかね皆様ね。こういう感じでーす。確かになんかね、特殊なキャップですね。さあ、入れていきましょう。あ、ほんとですね。ちょっと一回、この、カラ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 する玉をちょっと溶けるみたいな感じですかね。あ、出てきましたね。一回ね、コメントいただいたことがあってですね、玉突き開けるの難しいですわ。開けるっていうか、注ぐの難しいですわって言った時に、結構勢いよくね、出せばよろしいんじゃないでしょうかというね、そういう貴重なご意見いただいておりましたので、それをね参考にさせていただきました。改めてねご意見いただきましてありがとうございます。ちょっと量ね、入れすぎましたけど、ちょうど私にとっては高アルコール上飲者の私にとってはね非常にありがたい量なんですけど、多めに出てしまいましたが、無事に注ぐことができました。ストレートをいただいていきましょう。まずは外観ですね。これは前回のシルバーと同じような、外観ですね。赤みがかかった、オレンジがかったような琥珀、アンバー、そして、オレンジがかる、金色、ゴールド。そんな印象でしょうかね。では、注目の香りはいかがでしょうか。失礼いたします。前回のシルバーとちょっと似ててですね、バニラアイスとかラクトアイス、そのようなものに、蜂蜜のような甘やかしいような印象が出てくるんですけど、あとは、穀物ジュース、グレーンですね。いわゆる大麦とか、小麦とかコーン、トウモロコシが混ざったようなグレーンジュース、穀物ジュース。そしてですね、前回のシルバーの時には感じれなかった、ちょっとね、スモーキーな感じですね。煙っぽい感じ。焼き畑燻煙香。そのような感じがする。いわゆるピート系統の、モルトウイスキーがね、含まれてるっていう証拠でしょうね。そういう香りがちょっとしますね。ただ全体的にはなんていうのかな、やはりバニラアイスとか蜂蜜とか、あとは、あれやね、果物系統ですね、果実系統ですね。そのようなちょっと熟成果実が含まれてるようなですね。そんな印象ですね。モルト原酒の、キーモルトはですね、クラガンモア。前回報告しましたが、スペイサイド地区のクラガンモア、あとは同じくスペイサイド地区のダフタウンにあるですね、グレンダラン。グレンダラン上流所のですね、モルトがおそらく含まれていると思うんですけど、その他にもですね、様々なものが含まれている。それが一つとなってるっていうね、そういうブレンデッドウイスキーを今からいただきます。常温を口に含んでいきます。えらいまろやかですね。まろやかで優しく、マイルドで優しく入ってきますわ。やはりその12年以上熟成させてるっていうね、そういう、制限がありますので、全体的に、12年以上の原酒、柔らかくてですね、まろやかになってますよね。水分子とアルコール分子がね、馴染んだ結果っていうふうに言えますよね。で、甘く入ってくるんですけど、
途中からですね、非常にリッチなコク、メローなコク、芳醇なコク、このコクっていうのはどちらかというと苦味です。苦味、上質でエレガントで力強い苦味、そういうようなストレートですね。さすがですね、有名なオールドパー12年っていう風に再認識しましたね。オールドパー12年の、加水を楽しんでいきましょう。さあ、前回のね、シューバーは加水、ものすごいね、良かったですね。あと、ソーダ割りも良かったんですけど、じゃあ、こちらの、12年の方はいかがでしょうかね。まあ、間違いなく美味しいのはね、当然っていうか、そんな感じでしょうね。よいしょ。加水の香りを取りましょう。失礼いたします。あ、これあれやね、前回のシルバーとよく似てるような加水の香りですわ。いわゆるあの飴、穀物ジュースから始まるんですけど、穀物、グレーンジュースから始まって、そして黄色い飴、麦芽飴、大麦から取れた飴みたいな、そんな匂い。そしてですね、なんて言うんですけどね、あの石炭とかコークスとか、そういうね、あの炭をちょっと彷彿させるような煙関係もひょってきますね。その奥にはですね、あとあのクリームのような、蜂蜜クリーム、バニラクリームのような、そして、熟成果実ですね。例えば何やろうか、アプリコットとか洋梨が軽くね、ちょっとね、クリーミーな感じ、ミルクと一緒にクリームと混ざってるような感じがフュッとするんですけど、全体的なメインの、アドバンテージを得てる香りは、うん、穀物ジュースと言いますか、グレーン、穀物からできた、穀物油みたいなね、穀物油、穀物オイル、そのようなですね、香りがまあ、あの主体的なのかなと思いまして、どっちかというと華やかしいよりも、あの控えめな感じですね。控えめで穏やかな印象があるというね、そういう、加水のイメージですね。口に含んでいきましょう。えらい、まろやかですわ。優しくて柔らかくて、シルクのようなテクスチャーでね、口の中流れていきます。スル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 軽快に飲めてしまいますが、しかしながらストレートと同じようなですね、巨大でしっかりとしたようなリッチで芳醇でメローなコク、喜ばしい苦味、リファインされた苦味、それらがね、うまいことマッチングしたような素敵なコク、体格ががっしりとしたコクのような、そういうものがね、余韻でドーンと続きますよね。そのような脂質、非常に納得できる、特性があるなというふうに思いますね。続きまして、オールドパー12年のロックを頂戴していきましょう。さあ、玉継ぎ出ますかね。あ、出ましたね。やっぱり勢いよく出すっていうのが一つのポイントっていうのはね、なんでしょう、あの間違いないような感じしましたね。ステアですね。これもサラサラいきますね。うん、シルバーと同じようなサラサラ具合ですね。1,3,4,5,6,7,8,9、よいしょ。はい、ロックの完成です。うん、美しくてさえがあるね。飲みます。なるほどな、えらいスマートでスムースに入ってきます。で、ちょっとね、酸味を感じるような雰囲気もありました。そして出ましたね、鼻から抜ける香り、ふんとするとですね、煙っぽくなります。スモーキーが感じられる。もちろんあの煙臭いというわけでは全然なくてですね、適度なバランスの良いような、そういうストーブのような焚き火、焼き旗、そのようなですね、燻煙香が鼻の中からふわーってきますわ。そしてですね、コク、バランスを保ちながらですね、喜ばしくて快適なコクになってます。スムースに滑らかにまろやかに入ってきて、バランスがいいで、途中から徐々に徐々に、洗練された苦味、喜ばしい苦味に変わっていくというような、そういう一品のロックですね。いやー、嬉しいね、こういうロックに出会えてね。では最後にオールドパー12年の、こちらのソーダ割りをいただいていきましょう。結構リッチなハイボールですね。
よし、こんな感じだね。ちょっとコツ掴んできましたね、これね。でも気ぃつけないと、これ、ね、手滑らしたりしたら危ないよね、これね。グラスまで割れてしまう可能性が高いかなと思いますよね。皆さん、お気をつけいただけたら幸いですね。ソーダ開けます。いや、いいよねー。はぁ。ちょっと泡が多いような印象がありましたね。速やかにハイボール、ソーダ割りをいただきましょう。香りちょっと取ります。うん、これは前回のシルバーと同じような炭酸系統のガス系統の香りでしたね。飲みまーす。ハイボールです。バランスが良くてですね、もうまったりとしたようなハイボールですわ。ゆったりまったりリラックスできるソーダ割り。ソーダに負けてない。炭酸に全然負けてないよね。いい意味ね、先ほど豊かなコク、非常にね、力強いようなコク、苦味。それがですね、ソーダといい意味、バランスよくまとまってる。とても相性がいい。もうスイ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 飲めてしまう。飲み飽きない。飲み続けられるような。そのようなソーダ割り、炭酸割り、ハイボールですね。とてもですね、偉大な存在なミスキーであるっていうことを再び考えることができた。再び実感することができましたね。お見事っていうふうに思いました。では、今夜は、スコッチのブレンデッドウイスキー、オールドパー12年で乾杯。お酒の熟女でした。